第3章の始めになるんですけど、なんで今日ここのパートを片付けたいかってね、来週じゃない、次回になるとようやく商業用ゲームの話に入れるので、ですね、ちょっと最初の説明がちょっともうめんどくさいんで省きます。皆さん、ご自分で、もう、ビキとかで書いてあるんで、それ見て、あ、こんなもんだって納得していただければいいかと思います。だいたい私、数学の得意じゃないから説明できないって思ってますけど。でまあ、今までアメリカ海軍でいろいろごちゃごちゃコンピューター使って、ああだこうだやったって話しましたけど、実際のところ、大喜利にして使わなかったということです。で、なんでかというと、軍人が戦争の原型でやってる、要するに戦争中だからそんなことやって時間がなかったよという話で。で、そうなると自然的に文官の側が、まあ、学者さんですね、まあ、西が、まあ、アメリカとイギリスですけども、言ってるの理論研究の使用者もないし、まあ、主催していく形になる。オペレーションズに対して、一時対処の時ももうすでにやってるんで、ちょっとこの辺はしょりすぎかなという気はしますが、まあ、ちょっとその使用者の多くてのは物理学者だと。で、まあ、戦闘部分はどうだろうって書いてあるけど、まあ、これはあんまり気にしないでください。後で読んでくださいって感じで。で、OR を研究してる人たちは、物理学者って書いてありますけど、多くが。まあ、数学者もいるんですけどね、要するに理系の人たちなんで、数字的な根拠がなんか今一つ、あやふやな方言によってなんか決まったと、近くばしたいと思うんですけど、でその代わりに統計的分析や物理科学なんかで使ったら、モデリングですね、数値化モデル。で、ゲーミングに関心なかったんですけど、やがて研究するうちに、ゲーミングって技法も OR の中でも使えるんじゃないか、今、実際今使ってますけど、みたいですけど、まあ、気づいたと、まあ、話し進めると、アメリカで最初のオペレーションリサーチの組織、まあ、OR の組織や、対戦作戦のオペレーションズリサーチグループ、ASWORG、まあ、まんまですね、アンチサブマリンオーヘアオペレーションズリサーチグループ。でまあ、この組織は MIT の物理学者が、まあ、MIT が協力してたわけですよ。そうですね、日本って、ね、戦前も今もそうだけど、自衛隊でも軍でもそうだけど、あるいは他の役所もそうだけど、民間だけど、ついついこう分離して、その研究成果をなかなか積極的に言うとかしてないみたいなんですが、私、学者じゃないから、ね、偉そうなこと言いませんけど、アメリカって逆なんですよね、民間の大学でってことなんか、どんどん取り入れるし、あと委託もするしみたいな。イノサキ協会って戦後問題ありましたけど、アメリカって最初からもうその辺ぐちゃぐちゃなんですよね。まあ当然転職も多いし、日本と国ってどこの大学行ってどこの大学院に対してどこの研究所にずっといるって感じ取らないんで、アメリカ人はまあやりたい研究させてくれるところに行かしてくれ、あ、行っちゃいますよっていうのがアメリカ人なんで、まあこれもだから戦争中そういうことやってるわけですね。でまあこれでドイツの潜水艦を攻撃する方法の研究して効果を上げたと、これ自体面白いんですけど、まあ、割愛します。で、この潜水艦攻撃のどういうパターンで攻撃するのが一番いいかっていう研究してるときに、大ゲームを、まあ、自分たちでなんか作ったらしくて、それを使って、まあ、大技に生かしたねと。まあ、そこで、その結果判明したのが、潜水艦を罠にかけるという、要するに、おとり作戦的なことですね。それでまあ、大ゲームの価値が大技の人たちも実習されたというふうに、ピーチャーパイさん言ってます。で、その時に今度、日本と戦っている時に、機雷をどういうふうに巻くか、日本の近海に。それは、まあ、聞いてて嫌な話なんだけども、どんだけ効率よく日本の港を封鎖するかという話なんで、まあ、こういう国相手に戦争したのはバカとしか言われてて、もういいしかないですね。って言ってるけど、これ、定量的な、検証ってあるんですかね。定量的な検証どうなんでしょう。パラさんの方には出てなかったですけどね。機雷、うん、作戦の方はまあいろいろ論文とかもあるんで、多分そうだなというのは分かるんだけど、ね、うん、どの程度効果があるのか。機雷作戦がめちゃめちゃ効果あったのは間違いないんですよ。あ、本当に日本の海上交通路って遮断されちゃいました。あ、で戦後も10年ぐらい機雷除去する作業やってましたね。うん、なるほどね。だから効果的だったんですけど、ね、いいことか悪いことかよくわかんないけど。そうなんですよ。なるほどね。で、まあ、この機雷関係を分析したのがジョンソンさんです。その人は、私は強力な機雷説作戦に対し、日本人が実施したほとんど全ての対処行動が、実際にあるローゲーミングの授業の中で起こっていたということを、本当にしばしば発見したと言われています。
つまり、機内学とは日本側も当然対抗して、ああいうことやったり、こういうことやったりして、機内をこう取り除いたり、あと、機内封鎖されない、妨害するっていう行動するじゃないですか、対抗手段を。それが日本側がどういう行動をやってたにしても、それ自分たちがあらかじめそういうことってあり得るよっていうのは分かってたっていうことなんですよね。つまり、模擬的にやってるんで、ゲームで。相手の手の内がその段階で読めた。そのことをピーター・パラが一番強調したいんじゃないかなと、このパートの中で思います。で、まあ、こうやって成功例もあるんですけども、オーディングとオペレーションリサーチっていうのは、なかなか、こう、両者仲良くということは、理由は何かって、やっぱり科学者だから OR の関係で研究してる人は、オーディングって結局どっかで、1たす1は2的な答えで、今コンピューターだからだいぶパラメータもいろいろ準備できると思うけども、この時代特にそういうことできなかった。まあ神は最高の札じゃないけど、物理学者とかあんまりそういうのは好きじゃないんだろうなというのは何となく実感する。ただ本当は変なんですよね。数学とかでも不等号って記号があるし、あと誤差論っていうのがあるから、明確に1たす1が2にならない答えっていうのは当然出てきて修練していく解を求めるってなっていいはずなんだけど、まあ、数学好きな人ってなんかあんまりそういうの好きじゃないなという個人的な感想が、そういうの好きな人どっちかというと工学の人ですね。工学は工学だと誤差なしで、なるべく綺麗な式とかね。そうですね、まあ、地球物理学者のエース上無知ですけど、いいんじゃないですか。高さね、よっぽどこうなんか気に入らないでしょうね。まあ今まで の発表でもそうだけど、すごい他者に対して、例えば非ゲーマーに対してもそうだし、あとゲーマーでも TRPG に対してもすごい攻撃的だったり、なんか癖があるような人じゃないかなという気がするんですけどね。でまあ、そのジョンソンさんですけども、訓練と計画を試すために主に使用されているときに、気がつかない多くの時間がかかんなかったです。無知だったけど、なんかだんだん考えるとすぐに訓練や計画を、要するに立案したものを模擬的に試すことに、そらすことで気づいたと、そういうことですね。要はここから多分、ウォーゲーミングからシミュレーションに移行する時期だったんじゃないかと、私は勝手に思ってます。ピーター・パラさん全然書いてないですね、そういうことは。ゲームって一つのものなんですけど、内容的には前回コンピューターでアメリカ海軍がどうのこうって言ってた時に結構説明したと同じようなものです。で、まあ、戦争中の OR グループのほとんどは臨時編成だったと。だけど今回挙げたんで組織化をすることになりましたと。でまず1945年、つまり戦争終わった年です。この11月、もう年の終わりですけど、日本が降伏したのは8月なんで、半年も経たずに組織化が始まるわけです。まあ、また例によってアメリカ海軍と今度、マサチューセッツ国家大学です、MIT、が、まあ、組んで作戦評価グループというのを永続的に、まあ、つまり今に続くわけですけど、立ち上げることになりましたと。まあ、大ゲーミングがその中で訓練の道具として役に立つのも分かってたけども、OR 的なことの中ではすごい役割が小さくなってしまったと。だけど、それぞれ成長は発展はしてるんだけども、相互の関連というのは詳しく、なんていうか、パラソンがもう詳しく説明できないから複雑だよとこう、もうちょっと書いてますけど、時間があるから、やってみようかな。パラさんは何かですね、戦後の早い時期のフィルムソンズリサーチとオーゲーミングの成長と相互の課題の複雑なものを説明することはできないほど非常に混乱していた。それ何がしたかよく分からないという本読んだらで、まあ、だけど、しかし時間を経るに従ってオーゲーミングの伝統的な専門分野はそれを支援してきた人々の間さえ地盤を失った。つまりどんどん地位低下してるわけですね。でだけどコンピューターとシミュレーション技法の発達は人間をプレイヤーとして扱う場合に含まれる欠点と予測できないということを取り除く可能性を提供したいと思われた。
で、その代わりに新しい方法は迅速に計算する機械するコンピューターですね。多くの最も合理的で可能性のある決定の結果をそのままプログラムにすることを求めたと。要するにこれ結局多分私が考えるにコンピューターが発達してきたんで出てきたんじゃないかということを思うんですけど、ね、私ね。ここからもう話が10年ぐらい実は一気に飛んでるんですけども、ケネディ政権、1960年ぐらいだから10年以上経っちゃってますけど、有名なマクナマラ国防長官が OR とシステムベースに費用対効果のコストですね、コストパフォーマンス、それどころのドクトリンを継承し、まあ、ウィズ・ギズといういわゆる自分の弟子たちをワシントンに送り込んだと。でマクナマラ理論は計画的分析とコンピュータシミュレーションの反乱の中で容疑見るネタと、つまり何が言いたいかというと、マクナマラってもともと経済畑の人で一番有名な費用対効果をうるさく言い出した人なんですけど、それで今戦後ベトナムなどでアメリカですごいアメリカ戦われるんですけど、要するにこんだけのものを投入してこんだけのことをやればこんだけの効果があるということを完全に分析して予測できると、でだからその通りやれば戦争に勝てるというすごいことを言った人なんで、一言で言えば、でまあ結果は皆さんご存知の通りアメリカはそんなことやってベトナム戦争に勝てないわけですね。でまあマクナマラ理論ってどこに消えちゃうんですけども、ただこれマクナマラって人結構面白くて、もともとは学者だった人ですけど、まあ、やっぱり自分が指導して理論を進めたのに戦争を勝てなかったっていうのは当然のことで相当なショックだったみたいで、冷戦が終わってからわざわざベトナムまで出かけてって向こうの偉い人たちと会うなんてですね、で私何間違ってたんでしょうみたいなことを結構聞き取りしたみたいで、NHK のドキュメンタリーでも出てきましたし、日本の将軍はやらないもんな。何なんだ、でもプライドが高い学者にしては珍しいなと思う。そうだよね、普通そこまで真摯にされたと思う。そうだね、私は間違ってなかったって言い張るのが常なわけで、失敗の本質です、自分でやってるのはやっぱり本当に学者なんだろうなという。なるほどね、今タカ派ですけどね。これはベスト&ブライテストっていう本に読む、マクナマラについてはいっぱい出てきます。まあ、そのマクナマラさんの自体のことですけども、システムアナリストにとっては物理経済的な詳細な理解に必要な適切なシステム購入、まあ、要するにコンピューターとそのプログラムがお金かけて取り入れることは大事だよっていう時代だったと。で経費節約、これもだからコストパフォーマンスだっていう情報が大事ですね。この考え方としてはアメリカ今でも続いてるというか、日本までそういうちょっと偉いことになってるような気もしますけども、でももともとアメリカ的な発想のようにそうなんですよね、そういうことがあるんで、経営学的な発想が、経営学はアメリカで生まれた学問に関して、なんていうか、効率主義というか、実力主義なんていうか、プラグマ基準ですね、プラグマ基準的な発想で、その発想が否定しているほど悪いとは言わないんだけど、ただ、うかつに取り入れると逆にひどいことになるっていうのは、今の日本の役所見てても感じるところなんですけど、役所と結構付き合いがあるんで、そこでそれやっちゃダメでしょみたいなコストパフォーマンスやっちゃうんで、まあ、岡田さんなんかその辺結構いろいろ批判があると思いますけど、でまあ、そうやってそっちの方ばっかり目向けてるんで、戦争っていうのはどんなもんだとかっていう、まあ、いわゆるクラウゼビッチ的なところの理解の方が、下に置かれてるわけですよね。これさらっと書いてるけど、多分ピーター・パラさんアメリカ軍で結構通過なとこあるっぽいんで、当時のアメリカのデータどんどん、だから当時とかこれ書いた当時にアメリカ軍がこれすごく気にしてたのもなんですよ。でまあクラウゼビッツルネッサンスとか言って、軍事の理論研究って俺たち結局ちゃんとやってなかったんじゃないのって、コストパフォーマンスとかそういうことばっかり重視してみたいなことが、実はこの軍の背景にそういうことがあっていうのが分かります。でまあ、あの人たちにはウォーゲーミングというのは戦争研究の有益な道具とは思えなかったと。モデル構築とかないんですからね、基本的にこの当時のウォーゲーミングって本当に。前回までやったあの海軍の花って60年代ぐらいまで
あれはそうですね。あれはもう別進行みたいな感じなんですか。まあ同時並行ですよ、ね、うん、この辺までが。向こうには全然この話出てこなかったし、アナリストには大木が戦争研究の領域が道具とは思えなかったっていう、つまり学者の一つにとってっていうか、もうまあ意外なアナリストですね、本当に学者の中でも。で他方で防衛専門家の方は新しい、まあ、防衛専門家の新しい静子なんて書いてパールマンしてますけど、ゲームの考え方に着目したと。つまり定量化することができない事項っていうのは戦争にあるよねみたいな、そういう理学でなんですけど、例えば本当に心理学が発展してないから、いわゆる軍隊持つ士気みたいなもんって数字に合わせてないわけですよね、定量的には。どっちが高い低いって何となく、でも何となくでしか表せないっていう、そういうパラグラム、まあ、パラメータ的なものってあったはずなんで、専門家の方はそれを沈黙したと。防衛専門家の方はこれさらっと防衛専門家っていうとなんか軍人だなと思うけど、それってアメリカの場合専門家って結構民間人だったりします。で出てくるのがランド研究所ですね、ランドコーポレーション、今でもありますけど、アメリカで、というか世界最大手の軍事のシンクタンクじゃないかなと思います。で、まあ、しょっちゅう論文書いてて、発表してて、ネットでも時々ネットニュースに流れたりとか、まあ、今の台湾とかもランドも結構よく出して、ね、ああ、そうそう。あれでも私もちょっと説明して、そうですね、なのでやったんですか。あんなことしょっちゅうやってるんだ、アメリカで。あれでも台湾ならね、日本で台湾のことばっかり注目されてるけど、私ちょっと話変わりますけど、あれアメリカの研究者って別に台湾だけでやってるわけじゃないんですよね。あれあのヨーロッパでもやのことでもやってるし、朝鮮半島でもやってるし、ね、その何でもいいから可能性があるところ全部研究してるんですよ、普段から。それはあれですね、日本の単に中国フォビアがあるだけ、アメリカ本来やばいって言ってるぞって言いたがるから、あれ研究してるんですよ、本当は攻められるんじゃないかっていう、こうパラノイアがあるわけですね。ランド研究所が広めて結局学問の世界と、あと軍隊の上の方ですね、統合参謀本部やなんかのあちこちにこう政治軍事ゲームっていうのを作ってこう広めました、ランド研究所。これこのパートってまだ商業ゲームの前のことをやってるわけですよね。実際にはこの頃から商業ゲームをちょっと絡みが出てきてるはずなんで、多分それ辞書の話なんで。ランド研究所っていうのは完全に民間の団体。いや完全なわけじゃないじゃない、ひも付き団体ですよ、うん、でもそれ言ったらマサチューセッツ工科大学もね、本当に民間なのみたいな、まあ、結構アメリカ多いんですよ。あとカンザス州立大学とかね、民間大学だけども、あるいは州立ぐらいの大学だけども軍との関係してるんで、交流があるっていうのかな。アメリカ陸軍に出版ってほとんどがカンザス州立大学の大学出版会から出てるんだよね。日本で行ったらどこになるんだろう。慶応大学が出しても素敵な話なのかな、うん、あ大阪公立大学の方がやってます。いわゆる大学の基地とかそういう概念アメリカにはないんですか。多分日本と大学ってもの捉え方全然違うでしょ。大学に詳しいわけじゃないけど、大学におりけりおりけりなんですかね、うんうん、ただやっぱりこうヨーロッパの大学とアメリカの大学ってかなり違う感じがあるんですね、うんうん、そもそも13世紀からあるさ、うん、オックスフォードとかの、うん、オックスフォードとかパリとかの大学とやっぱりアメリカの大学っていうのが、で昔の大学っていうのはさ、こう学生が教員を集めてきて大学だったわけだから、そういう意味での自治っていうのはなくて、むしろ所得格差みたいなのはアメリカの大学って世界一学費高いわけじゃないですか、うん、日本だったら大和さん、ここに敵塾みたいなのがそのまま大学になればヨーロッパ的なんでしょうけどね、はいはいはい、これ破壊人で買いました。残念ながら日本もそういうふうにはならなかったというのは、うんうん、うん、何の話でしたっけ最初。なんだっけ、あ、何の研究所の話からずっと生きてるんだよ。何の研究所というのはいつも脱線します。人文 の, あの大学の東大とか一部の旧帝大系は別ですよね、うんうん、だからそれ以後のやつがだからシェイクスピアと観光案内みたいなさ、そういうのよく割れてあるでしょ。何の研究所ゲームの話ってのは日本の文化あります、うん、あるのかな、うん、いやある
うん、でもちゃんとした文献、論文とかありそうですけどね。論文とかありそうです。ちょっと読みたいですよね。あ、そういうのあるわ。あれしもあの名学とかで今明治でやってるのは雑誌の言語書、あ、はいはいはい、あれもともとあのほら下書きとかその辺のことをやりたい始めたような感じなんですよ、ね、あ、そう言ってましたね、今読んでるのが全く違うけど、うん、あ、すみません、じゃあ話戻しましょうか結構面白い雑誌だったんだけど、まあ、ランド研究所が政治軍事ゲームを作ったという話が書いたんですけど、こういったものはドイツと日本が1930年代つまり戦前ですね、やってた、まあ、やってましたと。日本だったらいわゆる有名な総力戦研究所がまさにあれですよね、政治軍事ゲームですね、まあ、あれだけじゃないんですけど日本もで、アメリカではだけどそういう試みっていうのは1950年代までなかったと。いや、じゃあどうやって問題解決してたんだろうなっていうのは気になると思うんですが、あんまりその話には出てこないんで。で、アメリカの何人かの政治学者が、この時代政治学者誰だっけな、有名な人いたけど名前がガルグレースとかじゃないんだよね、まだガルグレースは割と最近の人、最近最近この前政治学者、リースマンとかじゃなくて、ああ、その辺だ多分。あとね、まだ有名な人だな、ハチントンか、ハチントン、うん、あの人ハチントンってでも文明の衝突っていうとんでも論文を書いてる、うん、その前のね西軍関係の論文って著作の方があの人いいんだよね。じゃあラボケット書いたの、あの文明の小説、まあこんなこと言ったのねっていう感じで分かんなくはないんだけどさっていう。で、まあいいや、そういった政治学者が、国際関係の理論経験にゲーミングを使うことを強調しましたと。なんでかっていうと結局国と国がいくつもあって、でそれ合理的に戻って実は決めないじゃないですか、あの対立するから。それぞれまああんまりこういう言い方したくないけど国民性っていうのがあってみたいなのがあるじゃないですか。だから要するにすっきり数学モデル作って解けないでしょって、いやだから応援して外交で今後埋めるわけですけども。で、まあここで初めてロールプレイを活用しましたと。岡田さん TRPG っていつできたんでしたっけ。74年です。1974年、だからまだ60年代違うよね、ロールプレイって言っても。まだまだですね、いわゆる TRPG じゃないの、がそういう風に なるのももうちょいあるか、まあ、だからアバロンヒルの頃ですよね、うん、あの初期の全盛期というのが言っていいのかな、うん、初期の全盛期でアバロンヒルロールプレイってなんかちょっと思いつかないけど、ウィザーズクエストも持った後だもんね。いやだからアバロンヒルクラシックの頃ですよ。クラシックだとあれかな、あのスターリングラウンド、ペトロのローマ巡礼とかないですかな、あの辺かな、やってないから分かんないんだけど。ここでいうロールプレイっていうのはそれこそさっき言った国民性だとか、うん、要は各国の代表をそれぞれ人がいて話し合いするみたいな、うん、即興劇的な感じ、ね、そんな感じですねのことみたいですよ、どうも。まずあのロープレイのロールプレイの革新性っていうのはある個人っていうことなので、うん、まあ別物じゃないですかね。多分やってることは後付けでロールプレイって言ってるのかもしれません、ね、あ、確かにまさにやってることはロールプレイなんだけど、ロールプレイのゲームからそのまま来てるって意味じゃ確かにないと思いますね、うん、で、まあ国際政治の構造についての理論実証の試みっていうふうに言ってますけど、で、まあ人間が示す諸々の力の相互作用の示す、まあだから何人もいればそれぞれ言うこと主張すること違ってて、まあうまく噛み合わないよねっていうことなんでしょうけど、うん、最近よく分かんないんですけど、こういうふうにゲームをあの複数人でこういう場所を作って、うん、国際関係をゲームとしてやるっていうのは、これはシミュレーションって言うんですか。まあ言っても言えると思いますね、うん、ただ、まあ、その学術的にシミュレーションってやるときにぼんやり想像されるものとはだいぶ違いますね、うん、もちろん、まあ、あのディプロマシーとか、うんうん、あるいは The Origin of World War 1っていう、うんうんうんね、あれは最低の枠組みしかないけど、ディオリジンオブワールドも何やまさに最低の枠組みで外交戦やるっていう時代がシミュレートだと思います、ね、でもだいぶそれっぽいので、うん、最低の情報であれだけそれっぽくなるなら、うん、勉強はいいなと思って実際大学で使ったので、でもあのいわゆるあの同じだなんかマッハさんとだったのに、うん、とかなんかやったんだけど、妖芸では今ああいうだから戦争するゲームをシミュレーションと言わない、はいはい、ストラテジーという、うん、まあまあ、うん、そうですね。で、あの、いわゆるシミュレーションって言ったら、これはシムシティ
あのマイクロソフトフライトシミュレーション、はいはいはい、ああいう方に、うん、わけで、まあ、ウォーキングシムとかシミュレーターですね。まああれをシミュレーターっていうのはシミュレーターオートシミュレーターで、まあまあ、まあ、こっちは、まあ、単にアメリカのゲーマーがそう言ってるって以上のことはないと思いますけどね。日本 の, そのゲーマーの言葉がいい加減になると同レベルでアメリカのゲーマーの言葉もいい加減になるそれを言っちゃうとね。確かに、でまあそういった、確かにね、それはあるかもしれない。まあ、でその国際政治学者の学科とまた別の学科はもっと実際的な目的にそのウォーゲーミングの焦点を置きましたと。でランド研究所はその実際的な目的の方の先駆者で、まあ、その後マサチューセッツ工科大学やコロンビア大学でも採用されるようになりましたと。でランドは何やったかっていうと、ゲームロールプレイ的なことをやるだけじゃなくて、政治的とか経済的な部分に数的要素を入れましたと。だけどまた戦略の方だと、その相対的価値の定量化というのは放棄しましたと。つまりここの要素に数値入れるけど、実際どうなるかやってみなさいって話ですよね。そこまで定量的なものはやらないで、それは実際にやってみることで価値を出してみましょうという。ゲームとその成果の状態を様式化することは、実世界を非現実的に過度に単純化して、ゲームから生じる政治が戦略とか戦術の評価というのを逆に混乱させることになっちゃいましたと、パールさんは言ってます。要はあんまり上の概念までこう定量化してごちゃごちゃとそれやる意味なくなるし、何やってるのかよく分かんないよねという、そういうことですね。でここで海軍や国務省で勤務したこともある MIT の国際連合プロジェクトリーダーのブルームヒル教授っていう人が、訓練研究ができるための政策立案のために、ここのちょっと日本語書き、私がちょっと書き方悪い研究、青役が政策立案ぐらいの感じですか。そんな感じですね、うん、でそれをゲーミングを使用する支持者になって、ゲームの方に重点を置いたと、ゲーミングの方に重点を置いたところですよね。で1958年、マサチューセッツ国家大学で、これ実験的じゃなくて実験的ですね、ゲームを指導しましたと。でこれソ連とか東ヨーロッパとかアメリカに危機が生じた場合をテーマにして、まあ、3日にわたって学者とか官僚を集めて、まあ、公開したんだけど、そこで、まあ、そういった人たちの興味を引きつけることができたと。でブルームヒルドさんはゲーミングで未来を予測できるっていうような考え方は否定しました。それは無茶だよと、やってみるけどそれがそのまんま未来になるわけじゃないですよねという、もしそう考えるとそれは万有だというふうに否定しています。でイベントというのは人為的なシミュレーションなので、どうしても現実を歪めることは、つまりバイアスがかかっていることは否定できないよと。そうだね、まあ、それを言っちゃう、まあ、でもそこは注意しなさい。それを言わないことによる混乱が、まあ、いろいろと起きてきた後の、まあ、ことは、まあ、いや今の台湾のシミュレーションもやっぱりこういうバイアスがどうしてもあるから、うん、あれそのまま受け取ってみんなワイヤーさみたいなどうかなと私は思ってますけど、ね、参考にするのはいいんですけど、まあ、でもこの種 の, その、まあ、ゲームによる実験の場合は、まあ、バイアスがいかにもかかりそうだなっていうのは別に、まあ、見てわかると思うんですけど、ね、いわゆる数字シミュレーションって、うん、バイアスがかかってることが認識しづらいっていう問題がありますよ、ね、はいはいはい、バイアスがかかってるレベルでは大差ないと思うんですけど、うんうん、でまあ、このブルームヒルさんは、ね、自分が実験的にゲームやった結果からいろいろ言ってるんですが、まず地理的な問題ですね。あとプレイヤーの範囲、まあ、つまりプレイヤーがどの範囲のことをやってるんだか、で時間の速さ、要するに1段 何分とか何時間でっていうことに近いんですけど、まあ、そういう基本、そういうのがまずちゃんと決めないとダメだよねと。で実際のプレイではプレイヤーが従うべき戦略が現実的であるか、または変更した戦略という部なのかは時間に先駆けて決定を起こすことを強調って書いてある。要するに事前にそれって決めてからやらなきゃダメだよという、ひどく当たり前なんだけど往々にして忘れがちなことを、つまりゲームやってる途中で戦略変えますとかやっちゃうともうグダグダになるだけなんで、やるのって事前に考えた戦略が本当にどういう結果で動いていくかって見極めることでしょってことですよね。結果がなんか違うから戦略変えますとか、やる要するに実験なんで実験した意味なくなっちゃうじゃないですか。
実験してる最中にじゃあ食塩これだけ入れますね、増やしたりしたらそれ変な結果しか出ないはずで。で現実的にやる戦略を立てるのが、あるいはあえて変更した戦略を立てるのはそれぞれでいいわけで、ただそれぞれ事前に決めとかはしょうがないよということを強調しています。でそのためにプレイヤーは戦略目標とか状況見積もりとかどう展開するか、まあ、展望について事前に書き留めておきなさいよ。これやらないと後で話し合いするときに揉めますからね。いや実はそういうことは言ってなく考えてやらなかったんだと言い出すことになるので、でここでアンパイアの役割が、審判の役割が非常に重要だと言っています。でなんでかっていうと、ゲームの研究会は政治的演習に価値のあることなんで、つまりその土台になった部分ちゃんと示しとき、まとめときなさいよっていうことで、あとになって結果から見てこういうことでしたってやっちゃったらダメじゃないっていう、この辺もうちょっと興味ある方、総力戦研究所という日本で戦前にやったシミュレートのこと書いた、猪瀬が書いた本があるので読んでいただくとより理解できると思います。猪瀬直樹の本、あれはいい本だったんだけどね。神保町に祖先パッサージュっていう共同書店があって、で出してるんですけど、猪瀬直樹の棚がすごいたくさんあって、ほとんどデッドストックが動いてないんです。動いてないというか、なんか残ったのをここの著書倉庫から出したの全部置いてあるみたいな。いっぱい吸ってるでしょうからね。確かにデッドストックいっぱいあるみたいな。まあ、審判は文章を再生し配布し情報の流れが滞らないようにする機構でもあると。これはゲーム中ですね。でまあ、ただこういったことを言ったブルームヒルさんやその他の専門ゲーマーっていうのは、専門ゲーマーって言い方もなかなか素晴らしいんだけど、いや学者じゃないのっていう。まあ当然これ専門としてとか、ゲーマーやゲームをやってた人たちは政治軍事ゲームのゲーミングとしての限界というのは十分に認識しましたと。だから将来にわたっても慎重に取り扱いなさいよということを言ってます。でまあ、この人たちは数人の交流っていう形で、あと形式的にはロールプレイングを使うことによって総合力学の作用、総合作用の力学とか、複雑な組み合わせっていうことができると利点も認識してましたと。これ多分当時のコンピューターシミュレーションだとこれすごく難しいことだったと思うんですけれども、あとオペレーションでリサーチだとこういうことはできないので、しかし実際に JCS、まあ、このゲームのことなんですけどね、の領域では指導されたこの場合の JCS はあれか、統合参謀本部の方だ、統合参謀本部の領域では指導された討論というのは、つまり自由な討論しなきゃ意味ないんだけど、そこはやっぱり軍人さんのこう、なんていうかな、こう描いた方向性にどうしても指導しちゃうという問題が出てきちゃうわけですね。で政治軍事ゲームの軍事ゲームの方ではプレイヤーは指揮官とか幕僚とかになっての役割を当然演じるわけですけども、それに対して政治ゲームの方だと個人っていうものがなくて国家としての振る舞いを受けるとちょっとこれ難しい言い方で、国の指導者じゃなくて国家っていうものを、まあ、人間があえてプレイするという形を取ってたと。つまり今で言ったらプーチンという立場じゃなくてロシアっていう国の立場でゲームしてくださいねという。しかしですよ、そんな立場がないわけです。そう、実際にないわけですよ。でもそういうことを やらされたと。まあ前から共産主義をモデルにしたゲームもっと作れって言ってるんですよ。ちゃんとシミュレーションしたいじゃないですか。5カ年計画とかどう回ればよかったのかとか、もちろん社会科学的な本はいっぱいあるんですけど、本はね、いろいろ議員の本はあるんだけど、ちょっと別角度から見たいな。なるほど。5カ年計画ってのはあれ、オペレーションズリサーチ的なんだよね、実際のところ。いや、計画経済なんですよ。そうですよ、テクノクラートの。一応科学を巡ってるわけだから、当然。それにすごい反発してるアメリカがオペレーションズリサーチとかマーケティングスキンみたいな、なんかねと思うんだよね。まあいいんですけど、それは。いや常々でも面白い、どういうメカニクスでやれば面白いかなっていう、毎日思いつかないから。
でまあ、どうしても風刺になっちゃう。共産主義をゲームに登場させるところで大体風刺になっちゃう。そうね、風刺になっちゃう。風刺あってもいいんだけど、批判性あってもいいんだけど、ある程度のシミュレーションがないと、何面白いだけだから。それでまあ今度ホースラスさんという人が出てきて、まあこの人も政治軍事ゲーム機構っていうのをまあなんか作ったそうです。あのここもごちゃごちゃ細かいことあるけど省略します。でゲームのテーマっていうのは政府機関の求めに応じて統合参謀本部が選ぶってことは今でもやっちゃう。でこれ前回もやったアメリカ海軍のところでいろんなゲームの話だったけど、まああれもそうですよね結局。というかまあこれが上にあってああいうコンピューター使ったシミュレーションがいろいろ試みないと考えてもいいんですけども、でまあ政治軍事ゲームを実装ための標準構成立て字、まあ要するにルールですね、ゲームとしてのっていうのはもう1950年代初期に考えられていたと。でそこで考えたのは 東西冷戦の二極体制なんで、まあ二項対立しか出てこないわけですが、で直接話すんじゃなくてアンパイアを間に入れて話をするんだけども、ただこういったことは軍事行動が相手に軍事行動をやることによって相手にシグナルで送るっていうことは直接対応できないからっていうことはしばしば起こった。ただこれって曖昧で未熟な考え方だったんじゃないのっていうふうにピーター・パラさんは言ってます。でまあ1950年代以降になると政治軍事ゲームの疑わしい評判も出てきて、つまりどうなのという話ですね。軍人の間だとウォーゲーミング時代がだんだん衰退していきますっていうのがちょうどベトナム戦争の時期に実は重なってるわけですよね。だから衰退の理由ってそれだけじゃないんじゃないかなという気がしますけど、でまあ1960年代から70年代でウォーゲーミングがどんどん衰退していきます。で当然それに反して文民の方が優位に立ちますと。まあパーラーさんはプロに対するアマチュアの優位っていうのはアメリカでは同じのことだよっていうふうにポール・パーツは締めてます。でその後商業ゲームの話になるので次回からまあまあつながってるわけですね。そういう意味では文民というのはやっぱり民間のことなんですか。文民というのは何、文民優位の文民というのは、この場合は軍人じゃない人たちって意味合いぐらいだと官僚だから入りますよね。ただアメリカの官僚って日本の官僚とちょっと違うじゃないですか、すぐクビになっても本当に民間人って言っても変わんないわけね。そうなっちゃうと要するに会社に行くか官僚になるか、官僚からまた会社行ったら経営者になったらいろいろコロコロ変わるんで、まあ、大学の先生なんですけど、日本だとあんまりそういう誘導性ないから、なくてもいいよ。民国なんじゃないですか、あんな制度、まあ、制度じゃないですけど、あんな慣習になってる、日本はヨーロッパ式入れてるからね、てかフランス式なんですよね、日本の先生って。というわけで、今回はここまでです。ありがとうございました。